あ、なんだ。スチームが更新されている。こんばんは。うー、やるか。ドラゴンボールブレイカーズを、よーくー。やべえ。なんかちょっと、寝方を間違えたわ。なんか体、しんどいな。もうなんか深夜ぐらいまで眠って、深夜ぐらいまで配信して、休みボロボロにすんの、全然よろしくない気がする。スーパーバッドムーブ。じゃあガチャが入ったドラゴンボールブレイカーズを堪能するか。なんかちょっととりあえず今少しいろいろ確認したら、なんか残像剣が結構強いみたいな、セルが持ってる敵に攻撃されかけてもなんか返せる的な、返せるし、かなりグラップリングフックも書きやすいみたいな。ちょっとめんどくさいですよね。なんかちょっと普通にめんどくさい気がするわ。やるか。いやマジ、そんだけサバイバー強化するんだったらレーダーも強化してあげてほしいわ。ガチャ？ガチャです。ガチャを回します。来ましたからね。新作がね。ガチャ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 。おっと。あ？まあいいか。やるか。売れてる。え、ピッコロとベジータのカード売れてる。ウォレットに1200円入ってるマジか。俺本当にドラゴンボールブレイカーズで1200円か稼いだんだなんで なんでドラゴンボールブレイカーズこの売れてるすげえな。もうちょっと早く売ればもうあと500円ぐらい多く入ったな。すごい、ドラゴンボールブレイカーズ 60% 引きぐらい買ったんだ。本当にいるんだね。いや、まあまあまあ、なんかまあ、いなかったら、その過去24時間に何個販売って表記なかったからね。過去24時間に何個販売って書いてある分にはかなり売れてるわね。てかもう、これ、農家のおっちゃんのカードもな。多分まあ、このドラゴンボールブレイカーズのこの、バッジとかカードを集めると、この、プロフィールに、背景とかアイコンとか、チャットで使える絵文字とかいろいろもらえるから、あれが欲しい人はいるんじゃない？まあ、やっぱ、ドラゴンボール人気あるからね、めちゃくちゃね。海外人気は。で、ブレイカーズはブレイカーズ、結構その、イラスト凝ってるもんな。かなりイラスト凝ってるから、そういう部分で、あんのかもね、需要が。あと、まず、パソコン版のドラゴンボールのゲームって、結構珍しいからね。ドラゴンボールのゲーム、だいたいパソコンって出ないからさ、おまけに入っちゃうから。なんかそういう点からも、結構なんかその、珍しい存在だったんじゃない？ブレイカーズというものは。入っちまったか、1200円ウォレットに。何に使ってやろうかな。しばらくスチームの方で欲しいもんねえんだよな。なんかありますか？スチームの方で。結局その、なんだっけ。価格改定って入ったのかな？いろんなソフトの。まだ入ってないんか？どっちなんだろう。ま、とりあえずやるか。あ、待って、俺とりあえず やるかって気がしたけど、俺これさ、更新してなくない？
あれ、更新入ってる？あ、なんか、大丈夫っぽいな。回すか。ガチャ。ドゥッ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 。このゲーム、ドラゴンボールっぽい BGM はなんか、そんなないよな。サウンドは結構頑張った気がするけど、あ、変わってる！ドラゴンボールブレイカーズシーズン1。なんか前のセルの方がかっこよかったな。こっちはこっちはなんか、集合感あっていいけど、ニュースボード。オータムスピリットサイフォン。第1回、今日から、オータムサイフォン。ん？オータムスピリットサイフォン。あれか。スピリットサイフォンボリューム1、スピリットオブライバルとはちょっと違うのか。今回増えたのがあれか、スピリットオブライバルか。経験値獲得量アップキャンペーン。あ、やばい。もうじゃあもうちょっと今週からはドラゴンボールブレイカーズを。ドラゴンボーザブレイカーズにさ、超集中しなきゃダメじゃん、これ。おいおいおい、来たな。度肝の中でめっちゃお得な期間がよ。あ、増えてるー。これが10回貸しに1回おまけがついてる。あー。え、結局。ああ、結局これあれか、10連ガシのおまけ版か。じゃあお前過去に10連ガシ買った人間、これ損じゃねえかな、見なかったこれは。いいよ。使うから。この。え、待て。スピリットオブライバル、スピリットオブライバルザ、スピットサイフォンじゃないのか。おい、ガチャ回せねえじゃん、俺これよ。ふざけんな。なんか当たりなの？今回は何だろうね、当たりは。おい、俺これ買えねえべ。あ、セルフリーザブーじゃない？ブー、グルグルガム、自動バリア回復、イノセンスキャノン、フルパワーエネルギー波。ああ、このブーのグルグルガム絶対これ当たりじゃん、これ。0.625%。ああ、この確率0.625%が激レアなんだろうね、星5だし。おい、これ買えねえべ、俺これ。あと一応シーズン1がしたからな。4回回すか。なんて壮大なんだ。もうこの時点で俺もうさ、青ってこと？あ、青だー。なんだ？持ってるー。え、あの時点で青だったらもうさ、俺の中にないってこと？可能性は。なんかよくさ、演出が変わるって言うけどさ、どっから変わんのよ、これ。もうこれ終わりじゃん、これも。青。あー、変わんねえ。なんか、こっから勝てすんのかな？変わんねえ、全部アダベや。あ、クリヒンだ。しかも、紀元山じゃない。もう全部持ってる、これ。え、これさ、持ってるもんはさ、え、持ってるもんって何かに変換されるの？大これっ体て。ネジと課金だよね。そうね、ね。これ、ダブったらどうなんの？なんか、ソシャゲってさ、ダブってもなんかその、エネルギーに変換されんじゃん。なんかしらの。これなんかスピリットかなんかに変換されてるのかな？おわ、全部青。あ、そうだ。あ、でもこれは、外れだな。外れセル。フルパワー連続エネルギーなんだから。多分当たりセルが、あれ、なんだっけ、残像剣セル。
パーフェクトカメハメハセルは当たりじゃない気がするな。なんかあや強くなさそう。おほほ、全然遠征かなんかしねえ。本でどっかにすんのか、遠征かとか。わあ、全部青だ。おほほ、持ってる。ほぼ全部持ってる。おい、終わったんだが、俺のチケットこれ。いや、なんでスピッドサイフォンチケット、サイフォンチケット使えないの？残しておいたのに、それ用に。じゃあ俺これもうまたさ、回しまくってこいつ、ゼニー稼ぐしかないじゃん、これ。おい。星4すら出ない。何にも出ねえ、マジで。つけるか、セルをよ。おほほ。パッシブスキルしかない。気持ち悪い気持ち悪いこのセル。もうちょっと俺もう俺これに変身するわ。2、3回やってもう1回ガチャ回すか。ゼニーで。おい、10円ガチャ1回回させてくれよ。どうせドロパーだからいいじゃん。いやでもマジでこれより一層さ、レーダー側辛くない？これ超強いじゃん、サバイバー側。あーすごい、20秒でマッチする。今この時間帯大人気だぞ。こんにちは。なんか来んのかね、レーダー側にも。来てほしいもんだけど。まあ、レーダーもレーダーで、まあ、確かに基本が強いからな。このルククって人、昨日もいた気がする。この人、いつもいる気がする。右側2番目のさ、クリリン・サンジェイソンの人。この人、多分やばいぞ、プレイ時間。すげえ見覚えあるもん。絶対いた、昨日も。魔人ブー純粋のセリフ少なすぎ問題。マジで魔人ブーのセリフさ、獣のようにさ、わめくやつしかないからさ、かわいそうなんだよね、見てて。スポビッチか。ここに、なんか、反対側から湧くって聞くんだよね。レイダーって。ってことは、なんか C とか B の合間にいんのかな。だからここは、ここなんか D が近いかな。ん？おぉ！和田明よ！俺が入ろうと思ってたんに。助かりました。あ、しまった、俺トラップツールを置き忘れたな。なんかチェンジパワー置いてってる。いやいや、パワーがたまんねえ。てか俺 E ポイントの探索下手すぎ。俺 E ポイントのマップよく覚えていない。あとあれとかか。あははは、壁切り欲しいなー、マジで。お、キロ切れた。よし、新しい起動機が見つかったぞ。ガンガン見つけよう。
バイク欲しいな、バイク、野良バイク、野良バイク。あったあったあった。ヤッコさんそっちだから、いいのこれキャンプしてるのかな。シーンにトランクス呼べって項目出してほしい。シェンロンのね、願いちょっともちろん欲しくあるよね。何、あーそうか、あそこにあれがあったのか。こっち側行く。おー立てる。これまずいな。設置を急ぐんだ。やばいか。あぶね。これまずくない？抜けて B 買いに行くか。あの迷子ローって人かけるのかな。あ近いな。まだ機能探知は使えないから。いやすげえ近い。この辺か。抜けよ今のうちに。ドラゴンレーダーレベル2があるからドラゴンボール集めたいけど。まだちょっとそんな余裕がなかった。もっと俺は能動的にドラゴンボール集めなきゃな。よし、新しい起動機が見つかった。あれ見つかっちゃった。まあいいや。無邪気、そろそろあれか、レベル3になるか。また起動キーが見つかった。設置に向かうんだ。あとは設置だけか。やばいか。あぶね。はあ、全然なくてよかった。次エリア A かな。なんか近い気がするな。今のうちだな、保険のは。近づいてきてる気がする。あーなんか一人を。じゃああれか、あとは守るかなんかか。もうこんだけ残っては戦えるんじゃねえか。ちょっと俺がパワー不足なんだけど、解放権かなんかつかめば時間ぐらい取るんだろう。まずい、誰かやられた。救助に行けないか。あ二人一気に空いてないか。あまり押しすぎてないだな。やばいか。いやー自分強化できない。まあ行こう、助けに行くのうちに。あんだけ待てばいけんだろ。すまない。でもこれは勝ったんじゃないか。味方が倒れているぞ。壊せないしな。救助できないか。壊しに行った。今そちらに補給物資を送る。有効に使ってくれ。どうだ補給物資。あそこか。近いぞ。壊してんな。今が半分ぐらいか。
え、待て待て待て、え、エネルギー物質が全然ない。なんで、え、まずい、誰かやられた、救助に行けないか。いや時間なかったな。まあまあ時間稼げばいいや。あ、おい、シャドじゃんこれ。使うか。あ、待って、シャドが2人いる。来た、魔人ブー対する今の戦い、シャーレベル1なんです、許してください。いてー、うわー、イージーアンチチートによりセッションが除外されています。俺はチートを使っていた。 What the fuck。 そうなんです皆さん、僕隠したことがあります。僕はチートを使っていました。それが今回バレてしまいました。なんてこった。俺はチートを使っていた。そんな、やっぱりサバイバーがレイダーに変身するのはチートなんだ。殺さないと。チート使ってあれかよ。チート使ってあれかよ。いや、てか、ちょっとマジで、え？え、俺チートになっちゃった。そんな、冤罪です、これ、冤罪。ポイントも溜まってない。おい、今の10分間返してくれ、マジで。悪いけどよ、俺はいい、俺はよ。俺はチート、検知外とは違ってな。俺は時間が無限じゃねえんだ。え、悲しい。どこがチート？この笑顔？この緑の、あ、この緑色すぎて保護色すぎた。これ俺のこの長期戦、あのハイランドリバーを視野に入れたこのね、ファッションセンスが、このセンスがチートか。まあ持ち前のそれをね、チートって判断されちゃ、あ、むしろ僕はね誇るべきですよね。AI ですら見抜けなかった僕のテニスのフィジカル。しゃねえか。かあ。G メールカム。何これ。もちっこ。あーい。まあ、昨日、ガチャはね、さっきあのね、なんと、10連ガチャまだ回せてません。悲しいことに。やっぱ深夜帯のドラゴンボールブレイカーズはやってる人間しかいないね。今回全然いないもん、レベル95とか。昨日半分くらいがレベルさ85だったもんね。確かに深夜にドラゴンボールザブレイカーズやってる人間はドラゴンボールザブレイカーズ好きしかいないよな。あ、この子かわいい。結構かわいい気がつけるんだよな。こちらトランクスだ。聞こえるか？スーパータイムマシンや必要な物資の転送は完了している。起動キーを探して指定ポイントに。スーポポかー。スーパータイムマシンを起動するんだ。やんべ、すんげえ近いぞ。運転上手ないか、クソどうせ。D の方か。なんかこの上り下りする時間を考えるとそんなに早くもねえな。誰か。え、また待て、どこよ。もったいな。起動キーが見つかったな。鉄に向かってくれ。このレーダー高低差が全然わからんから、もっと下、もしかしてこれもっと下か。え、ここって言ってんだけど。仲間が助けを必要としてるぞ。こんなか。助けてください。
ちょっとまずいな、かなり無駄なことをしまった。このスポブイッチャーかなりだな。初めの方に一気に攻めてくるタイプか。新しい起動キーだな。設置を急ぐんだ。え？おい。マジか、ミスった。おお、これどうすべきか、当てるべきか。はあ、やばいか。え、あーマジか、これあー、これはあ、これはチート、これは完璧にチート。壁の先が見える。B と A に行こう。なんかさっきドラゴンボール置いたのに全然話しなかった。かかってるよ。いいぞ、また起動キーが見つかった。設置に向かうんだ。まずい、誰かやられた。救助に行けないか。ドラゴンボード今ほどほどに集めてるけど、これ見えてんな場所が。マジ？海王剣。もう大丈夫だ。ここまずい気がするな、これ戦うの。新しい起動機が見つかったぞ。バイじゃないか。スーパータイムマシンの起動システム。ガッツポーズしてばじゃないぞ。急いで向かってくれ。あともちっこって人が G メールに渡せばシェンロン呼べるんだけど。近いぞ。海王剣。だー。行くぞ。これボコリコースか。あ、これは完璧、あれだ、ボコリコースだ。あ、しまった、グルグラブ。あ、しまった、飛びつけなかった。あぶねえ。もうシャンの呼べるでしょ。まずい、誰かやられた。救助に行けないか。ちょっとやばいな。今そちらに補給物資を送る。有効に結構遠くない？
あとはシェンロンさえ呼べれば。まだ呼べないんか、シェンロン。もう確かエリア破壊は使い切ったはずだけどな。オッケーオッケー。さあ、たやすいことだ。近いぞ。俺は勝ったでしょ。俺はタイムマシン起動しに行こう。バリアマルしな。一発撃破撃破。外した。え、強っ。めちゃくちゃキモい真ん中のチャオズ。セルもキモい。いや、このレーダーの格好をしたサバイバーダメでしょこれ。気持ちが悪すぎでしょ。しかもこのセル、おっぱいがあるじゃん。女性キャラだからか。あ、4000もらえた、すげえ。一回ガチャ回せんじゃん。回そう。セルコ。ちょっとセルコはだな、かなり難易度が高いんじゃないか。そういう趣味思考としては。一回回すか。いやマジさ、なんで使えないの？スピッドサイフォン、これ同じでいいじゃん。まさかこのガチャとこのガチャが違うガチャだと思わなかったわ。敵を吸収したらなりそう。だからそもそも18号を吸収した時点でさ、なってないってことはなんないんじゃないの。これ演出変化あんのかな。なんか前確か青の状態でスキップしたらさ、星5で出たことあるんだよな。これあったんかな、演出変化が。おこんね、演出変化。ゼロパーテ、0. 何パーってすごいよな。おっ、魔人ブー、魔人の服。魔人ブーに変身しちゃうか。やばいこれは。これはかねボツな感じがあるのこれな。キモすぎる。まださ、糸目だからさ、そういうデフォルメ表現かもしれないけどさ、これがなんかさ、通常時の主人公もやったらもっとやばい気がする。この魔人ブーは笑顔で殺戮しそう。そう。もう何でもかんでもブラックサンタに変えて食っちゃったもんな。ブラックサンタになっちゃえーって言って食ってそう。やばいじゃんこの冬は。もうなんかね、セルとブーはねまだいいんだけどね、フリーザがめちゃくちゃキモいんだ確かね。フリーザ自体がさ、あの顔じゃないとさ、まずその泣いたらないじゃん。それはギャグミキの構図でしょ。いやいやいや、確かに俺も好きだけど、いや俺が一番好きなのあれだから、あのサイエンドか、サイエンド。俺が魔人の力で言えたら何でもかんでもするから、サイエンドに、サイエンドになっちゃえーって言うから、もうサクサクよ。知ってます？サイエンドって焼き上げてから少量の油を吹きつけて喉越しをよくしてるんですよ。わかります？匠の一手間。青臭いよね。サイエンド青臭いって、おいおい、こいつ来たな来たな、こいつ、おめえは感性が青臭い、よよ、舐めやがって。いやでもまあ、サヤエンドウ苦手な人苦手だね。確かにあれ結構サヤエンドウの味するからね。そもそもサヤエンドウが苦手な人間的にはきついかもないね。俺は大好きなんだけどね。ああ、やっぱレベルが結構なんか
みんな高いっちゃ高いけど、あれですね、なんか鬼高いわけじゃないね。昨日はやっぱりなんか異常だった。スコープ見せる局に行くとするか。サヤエンドウってさ、サヤエンドウってさ、サヤエンドウって何？そういえば俺サヤエンドウのさ元を知らねえや。枝豆がちょっと育つ前、枝豆の枝豆が完全体として枝豆のせのなんか幼年期的な感じ。こちらトランクスだ、聞こえるか？スーパータイムマシン。この感じは C の方か。の転送は完了している。起動キーを探して指定ポイントに設置し、スーパータイムマシンを起動するんだ。起動キーが見つかったな。エンドウ豆でしょ。エンドウ豆ってさ、枝豆と何が何が何じゃ、てか枝豆って何？ニキジャガミ入ってるよね。あ、そう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 。さやごとね。枝豆派大豆。枝豆は大豆。あ、枝豆って大豆なのか。おお、回復アイテムしかねえ。なんかこの辺にさ、鍵屋あることさ、なくない？なくはねえんだろうけど。今相手も結構セットアップミスってんな。かなり遅いぞ。あー、変身した。ダメだ。波って感じ。まあこっからが肝。あー、これもう見てる？マジで？これだからコンクリートジャングルから出てきたことのない真空管派。見てるか、こっから。でもコンクリートジャングルじゃな、ボタン押すだけ出てくるからな、エンドとかかな。もうし鮭は川を切り身で泳いでるし、そういうもんなんじゃないの？鮭って初めから身が赤いんじゃないの？やべ、先頭が。は？誰か死んだんだが。近くで死んでいる。いらっしゃいませ。え、ちょっとやばいな。いいぞ、また起動キーが見つかった。設置に向かうんだ。翔太の寿司読んで学び直せ。海洋拳、想像力が赤ちゃん。やばいか。やーべ、はあ、めっちゃ泣いてる。想像力赤さんと他に無限大の可能性持つってこと？よし、めちゃくちゃ褒めるじゃん。褒め上手、ほらやってくれね、褒め上手。なんともイノセンスな発想力を持つ男、ニキシー。これから僕のことをニキベビーって言うんだから。これ結構まだわかんない、拮抗してる感じ。全然送ってねえな。レイに何かけてもレイだよ。いやいやいや、かけてもでしょ。初めからね、かけようっていうですね、そのなんかね、ショートカットを踏もうとするね、もう精神がダメですよ。一歩一歩ね、足していかなきゃ。わかる、これが大事、足していくのが。もうないから、近道とか足していくのがね、成功法だから。いいこと言うな俺。やべ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 、やばいか。これまずいな。てか全くええですかね。近いぞ。おじい、俺とやおったのか。え、俺とよ。コーヒー。俺とチェイスをするってことは、それだけお前の時間がなくなるってことなんだぜ。危なかった。結構逃げ切ったな。結構頑張って巻いたっていうか、相手が結構当たったな。相手は結構俺に真剣に向けてくれたな。おい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 、まだ来んのかい、まだ来んのかい。やばいやばい、1セル去って、また1セル。
いやいや、人間ありますから、ステフリーの順序がね。ん？ああ、A で貼ってんのか。A で貼ってんのかもしれない。これ A で貼ってんな。ってなると、これが俺がするべきは、あれか。敵を強くする前に、あれする感じか。強化する感じか。あ、問題は、A のあれが見えないんだけど。あれじゃねえか、これさすがに。違うのか。いらっしゃいませ。多分これ A に戻ってくるし、 A で基本単位使われるな。どうしようこれ。向こうか。あれマジで A で見つかんねえ。どこだ。今だと起こせんじゃねえか。危な。やべえ、起こしに行けねえ。これ鍵だけ置くべきか。戦ってるもんな。チェイス中だよな。鍵だけ置こう。ただここに置いちゃうと今度は完全に。完全に A の方でのチェイスが始まっちゃうよな、これな。チェイスというか、A の方でのキャンプが。やばい、ちょっと俺が全然強化できていない。これまずいな。ただまあ、ドラゴンボールさえ積み切れれば、まだいける。おーっと、どこだ？やばいか。いや、A のキーが見つかんねえ。どうなってる？多分これどっかに何か逃してるな。毒素じゃないか。俺紙だもんな。海中の方は、水蛇の方はよ。多分下手に呼んじゃうとあれか。まだ一人しかやれてないし、まだ呼んでもいいかな。ここでなんかもう二人ぐらいやれたらちょっとさすがに。ミスったな。なんか相手ちょっと連打しまくっちゃったな。これ相手これ絶対そうね。スキル打ちまくって、あの俺を殺そうと思った結果間違えてLR をしちゃってエリア破壊した感じじゃない。これパッド勢じゃないか、この感じ。このミスってパッド特有というか、パッドプレイに多い感じがする。ちょっとまずい。戦線離脱をしなきゃいけなくなっちゃったな。え、どうしよう。 A の方のキーが見つかんない。 A で貼られていて、俺以外みんな3か。3全員でかかれば勝てるんじゃないか。勝てるか、もしくは俺が探せるぐらいは時間がある、余裕があるんじゃないか。こういう時なんかラジオチャットかなんかあれしたいよな。意思の疎通をしたいよな。いや困った。 A ポイント全くあれがない。仲間が助けを必要としてるぞ。新しい起動キーだな。マジで急ぐんだ。やばいか。味方が倒れているぞ。救助できないか。スーパータイムマシンの起動システムが出てきたぞ。ただこれまずいよな。これって
オーラ的に間違えそうやな。いやー最終形態か。ちくしょう。完全体か。おなかなか有料レーダーかなり話してくれる。今そちらに補給物資を送る。いらっしゃいませ。有効に使ってくれ。マイドアリー。おお、パワフルカミハメハ打ちたかったんだね。レベル3が2人いるから戦ってくれれば。ここに起動キーデータあったんか。近いぞ。お抜ける。出た。これさ、これ攻撃できんの、これ。あ、攻撃できない。仲間が助けを必要としてるぞ。外した。おっと、これはオールクリアか。近いぞ。これだ、これだめ、直すね、これ。味方が倒れているぞ。救助できないか。これまずいの、これ。これ間に合わんかな。いやー、オールクリア食らっちゃった。まずいな。これまずい、これまずい、これまずい、これまずい。あぶねー。めっちゃやってる、めっちゃやってる。ガーッ、繋げた。しっかり繋げた。あ、待って、これ全滅か、ほとんど。あ、あー、一人空いたのか。うわー、あー、これは泣いた。今味方がちょっと気を引いて引いてくれたっぽいからあれしたけど、これかなりガチバトルやれたな。てか俺あれ毎回忘れちゃうな。やられた後超ロケットランチャー間違えて落ちちゃったな。あれあったら まだちょっと違ったな。後半なんかちょっと返す手立てがなくって。いや、だから最後のタイムマシンのとこに行くとき、ちょっと遠目にすべきだったな。味方が戦闘してたから、今のうちにちょっと起動を早くしに行くかと思ったけど、あそこ思いっきり慣れてしまった。しっかり狙われた、あそこ。もうちょっとあそこで遠回りに入るか、川の上流の方のさ、もう一本あとドリンク飲んで、二人で攻めてればまた違ったかなと思うけど、でも、完全体だからな。多分押し負けただろうし。結構やれちゃったもんな、途中で。今のはしっかりレイダーがサバイバー全員勝ったな。1試合うまくいって4000前後の銭に、大体3000銭か。あ、フリーザーいる。ブー、フリーザ。確かにさっきのセルは結構うまかった。てかパーフェクトカミハメハ打ってる最中ってあれ無敵なんだね。近づけんかったわ。あと終わりだな、あれ。俺、
せあてかさそう俺やという俺というかほとんどの人なんだろうけどさ完全体との戦闘経験がさあんまないからさなんかどういうスキル持ってるか分かんなくってオールクリアを真正面かかっちゃったなレベル3の変身リミット8割消されたわ森って確かにあれは強い今日はセルフリーザブー来んね結構均等にこの人のアバターこれエンドームの擬人化じゃん必要な物資の転送は完了している来たねいらっしゃいませスーパータイムマシンを起動するんだ人間になったサイエンド持ったな横にな起動キーが見つかったな設置に向かってあこれあここはエリア X なんだいや運転上手なんやからこれめちゃくちゃ遅いこれマジでローリングの方が早くないおいここもリラックスじゃねえかマジ何やってんだ俺は礼を言う今ポヒーっていうなんか嫌な音したなドラゴンボール独特の音したなえマジこれ俺早くね歩いた方があキルキレだやべ敵さん早いかもしれないあ破壊してるかが見つかった設置に向かうんだ新しい起動キーだな設置を急ぐんだああ、ここはもう向かってんのか。これ、なんかちょっと困るな。なんか、昨日あったその、起動キー置く置かない、個人用タイムマシンどうするか的な問題を考えると、なんかこんなポイポイ置いていいのかな。でも第二形態だし置いていいのかな半分も行ってないしな。なんかちょっとキャンプ気味で、第二形態とかと、第3形態中間地点とかあったら少し考えた方がいいのかもしれないけどまあこれだったらまあ今ドドリダルかザーボンだか飛ばした気がするなどっかに C か何かに飛ばしてるように見えるんだけどあれフリーザまずいかこれまずいかもあいいよ溶けてきたこれで C を置けるけど、これ逆にこれ D がやられてる？あー、D キャンプか。やばいか。
あーこれはちょっと変質的になったな。ダメかこれ。いやーこれはちょっと、ドラゴンボールとか集めて、これキャンプフリーザか、これ厄介だな。まだちょっとレベル3かなんかにしないといけないな。もうこれ明らかに起動機設置場所のバイトル感じだもんな。めんどくさいのこれ、どうしよっかな。まずは探さなくちゃ。お、見てない。まあ、あの人はもうしゃあないから。戦ってる、マジで。いやーちょっとしまった、今近くにいないから。いらっしゃいませ、バイドアリー。いやこれレベル3の人がやられちゃうと、この後の戦闘でかなりきついんだけど。いや待てよ、こうなるとこれもう無理か。意思疎通ができる人同士でちょっと集まって少し耐えながら、まあそこでも突っ込んじゃう人がいるんだったらもうそのまま待って、個人用タイムマシンになる感じになるこれって。あーめちゃくちゃ狙ってんなこれ。どうしよう。てか全然ないチェンジパワー。いまだレベル1はやばい。あ、サイジポットが危ねえ。仲間が助けを必要としてるぞ。まずい、誰かやられた。救助に行けないか。いやもうめちゃくちゃやってんな。仲間が助けを必要としてるぞ。いやこれはもうダメだ。敵も強くなってきたってこと。いやこれはね、敵のね、そのまあこっちを誘う戦術にこっちは対応できなかったね。まあもうしゃあないから。あ、あ、そうか、壊して出てくんのか。いやこれ誘ってるぞこれ。あー、いやこれはこれはもうそういう戦法だ。こちらに補給物資を送る、有効に使ってくれ。いやーこれ誘ってて今これ時間切れになってんのこれレーダー。あーそうかそうかそうか、もう鍵、あ、鍵3つ設置した状態で2個壊されると出てくんのかあれって。やべ、基本システム理解しなかったな。これ誘ってんな明らかに。でスピード壊してるからスピードボーナスがあんまり上がんなくって、まずいね、逃げよう。
いや今のドラゴンボールブレイカーズはこういうゲームだったのか。もう相手がキャンプしてるというか、その相手が起動機の場所を分かってサバイバー誘ってるって思ったら、もう力を貯めることに全部舵切り替えて、でサバイバー全員で一気にやっていくってことをしないといけないんだろうな。今回みたいにそのなんかその戦力の蓄積投入すると終わるっていう、せめて3人くらいで2人で止めて、いや2人止めてって言ってもいいような、相手を殴ってる間、殴り終わったらもう1回の方で殴ってみたいな感じで、その餅つきみたいな感じでさ、てん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 ってやんないと、やんないと一発で向かっておしまいだもんな、プレイヤーな。あ、そっか、変身時にその起動キーを置くってのはバリアとか破られない、バリアとか破られてそのダウンするってことはないっていうあれなのか。なんか前回言ったそのレベル3で起動機設置しに来た人が謎だったけど、あの状況を誰かが戦ってればあのゴリ押しで起動機の切られたっていう話なのかな。忘れてますね、確かにこの戦法が決まるうちは絶対レーダーの方が強いもんな。プレイヤー側にそのサバイバー側にかなり意思疎通しなきゃいけないわけだし、ちゅうかやっぱ強えなフリーザがこれ。あー時間伸ばしに来た。起動システムが破壊されたか。まもなく脱出用タイムマシンの整備が終わる。青い光で示された場所にある呼び出しビーコンへ向かうんだ。いやーこれは間に合うかな。わこっちを発揮。こんにちは。脱出用タイムマシンを送ったぞ。それを使って脱出するんだ。間に合うかなこれ。間に合った。いやーでもこれはボロ負けだったな。かなり相手の肩にはまっちゃった。ただこの肩にはまっちゃうとちょっと挽回ができねえな。結構面白かったんですけど、最近ちょっとプレイヤー側の技術も戦略の技術や戦略が発展してきて、ちょっと息苦しくなってきてない。ちゃんと考えないとボカられるっていう展開が、ボカられるっていうか、なんかその何もできねえ状況に追い込まれるっていうのが辛いね。まだボカられた方がまだあっさり終わりかな気がする。なんか何もできねえっていう状態になってじい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 時間を使うのはちょっと息苦しいわ。あの戦法をしないとレーダーもレーダーでちょっと弱かったりするんだけど、あの戦法一辺とだと辛いよな。そこでハマっちゃうと入れ食い状態になっちゃうとレイダー側もそれで勝てるからさ、合間合間の駆け引きがあればいいんだけど、今結構そのどんどん引っかかっちゃってボロボロになっていったりとか、そういうのがあるのがちょっと辛いな。あとなんかほんと増えたフリーザー。このゲームってあれ、まさか俺が思ってる以上に真面目に情報収集してる人間いる？もしかしてだけど。いやでもまあ、対人ゲームである人絶対いるか。まあ、ちょっとこのゲームのことをなんか完全カジュアルゲーと思って、あの撮ったかもしんない。俺かなりその、感じる。その、メタが回ってる感じがする。でも実際ああいう状況になったら、そのサバイバー同士でラジオチャットでいいから意思疎通するってのが大事なんだろうけど、まあしないもんなみんなな。さっきはかなりやられたな。
生き残ったっちゃ生き残ったけど、あれはまあサバイバー側としてはまあ引き分けで、レイダー側としては勝ちだもんな。ご飯フェイス多いな。ゲーム内僕あるの？まあ、ないですね。なんかかなり本当に一心伝心しなくちゃいけないプレイヤー同士で。一応ラジオチャットがあるんですね。戦おうとか逃げようとかさ、ドラゴンボール集め的なあるんですよ。こういうのが賛成とかさ。スーパータイムマシンや必要な物資の転送は完了している。起動キーを探して指定ポイントに設置し、スーパータイムマシンを起動するんだ。ポポ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 。起動キーが見つかったな。設置に向かってくれ。誰か助けて。激運。これだけじゃ難しいね。そう、でもなんかレイダー側も結構その取ってくる戦法的、レイダー側取ってくる戦法を見て、サバイバー側もなんか分かりやすい、その家は相手がグー出したらパー出すってのがあるから、サバイバー側も知識をつけるんだったらあれするべきだけど、やっぱちょっと今日は昨日の時間帯とは違ってかなりあれだね。みんなガンガン突っ込んでっちゃうね、そのあれスナイパー的戦法に。設置を急ぐんだ。やばいか。真上か。仲間が助けを必要としてるぞ。はあ。あ、残り D と E なんだ。起動フリーザが得意とする戦法。そう、フリーザはなんか、まあ、ザーボンとドドリア部下を派遣してね、索敵できるんだよね。だからまあそのザーボンとドドリア置いておくとしばらく索敵してくれるんだけど、そういうのを使ってね、敵の、あのサバイバーの死体付近にザーボン、ドドリア、ドドリア設置しておいてみたいな。実際さ、さっきさ、さっき起こったさやつってさ、起動キーが3つ設置された状態でエリアが2個壊されたから出てきたの？その未設置エリアが2個壊されたからタイムマシン出てきた。ちょっとなんかそう考えてもタイムマシンのあのあれ、タイムマシン起動のあれがよく分かってないや、正確な条件が。ありがとう、ありがとう。起動キーが破壊されてない場所で起動してたら来る。ああ、はい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 。近いぞ。はあ。確かにこいつ強いな。やむ。近いぞ。まずい。やられた、マジか。これられたな。ここでオーノフィニッシュを妨害するのも。はい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 。あ、でもこれはなんかかなり一人頑張ってる。やばいか。え？まずい。誰かやられた。いやー、スポポのあれ強いな。これはやばいな。よし、目いっぱいエネルギーは吸い込んだ。お、これますか、鼻をちゃんとブーを育てる。あ、ちゃんとブーを育てる人だ。生きてるか。エネルギー吸われた。ああ、さっきやったあの人探してんの？あ、探してっぱい。あー、でもこれまずいね。これ
これ破壊できるもんな。はあ、早く行ってくれー、早く来てくれー。いやこれは来なさそう。来るのか。これ火つってたけど、こいつダウンしてる状態で火つってんの。マジで助かった。ちょっと逃げるか。味方が倒れているぞ、救助できないか。あ、てか俺超ロケットなんじゃとかなんじゃねえか。いらっしゃいませ。あ、これはさすがにね。まあここのドラゴンボールの駆け引きはまあ面白いけど、今のうちに D を探索したいけど、 D に人がいねー。今結構あれだな。今ちょっとラジオちょっと面白かったな。みんなベジータでちょっとなんか味してた。そう、別に今のはなんかね、まあレーダー側のカウンターだからいいんだけどさ、問題はそこでちょっと D ポイントネームできなかったことだよな。俺も遠かったしな。お前ら一応ドラゴンボールついてんのか。うまく集めきればもう一回れるもんな、ワンちゃん。難しい気がするが。これはまあやるんだったらもう一個集める、もう一回集める、ドラゴンボール連続シェルノン残業コースいく。これこれ D に集中してない、もしかして。これあーなんか変身してんな。俺も行くべき。これ上か。いや、ちげえわ。俺、ハムト追ってんだ。戦ってるな。まずい。誰かやられた。救助に。いやー、これ俺も行くべきだったんじゃねえか、これ。あ、あんたレーダー持ってるっぽいな。ただこれもう一回変身しちゃうと問題じゃないか。救助できないか。新しい起動キーだな。設置を急ぐんだ。まずい、誰かやられた。救助に行けないか。これ置かん方がいい。これスーパータイムマシンの変身しちゃったな。いらっしゃいませ、伊勢島へ。これ置かん方が良かった可能性あるな。これちょっと分かんねえな。これさあ来るわな。 あともう一回変身したらあれか、無邪気ゾーンに入んのか。
らに補給物資を送る。有効に使ってくれ。グルガムか、これ痛い。海王拳。あれ壊すな。あ、マジマジ落ちた。ミスった。ミスった。起動システムが破壊されたか。まもなく脱出用タイムマシンの整備が終わる。青い光で示された場所にある呼び出しビーコンへ向かうんだ。これ俺見つかってきたんじゃないのこれ。脱出用タイムマシンを送ったぞ。それを使って脱出するんだ。助けて助けて。こんなんゴキブリやんけ。これ俺しかいないじゃん。俺しかいないじゃんこれ。使ってない。俺もうダメだべこれ。近いぞ。勝負だ。うわあ。勝ってた。ちくしょう、ガチセットで俺が勝ってたのに。やられた。序盤までまあまあ良かった気がするんだけど、なんか途中なんかめちゃくちゃあれだね、あれか無理球しようと思ったのか、3人が一気にやったのね。あん時もう諦めてべきだったのかね。3人一気にやったから個人用タイムマシンすべきだったのかな。なんかその起動機キャンプも厄介だけど、救助キャンプはかなり厄介だな。なんか結構なんか俺もやっちゃうんだけど、そのなんだろう、なんて言えばいいんですか、無理給をしてしまう人がかなり多いから、さっきではちょっとあれのパターンだったな。ブートの戦闘はすげえ無理給における戦死者続出が多い気がする。でも初めて俺あれ食らったわ。吸い込まれるやつ。あと結構グルグルガム強かったな。確かにグルグルガム前の時に使った強いな。あれカーソファンのかな、グルグルガムって。撃つモーション見たら回避？そろそろ回すか。なんかあれ無音だよね。モーションもよくわかんないし、あとかなり速い。カースなったらモーション見てあれかね、前避けかね、うまくいくこと願って。あ、やっぱ今日は結構みんなレベルが低いね。かなり50以下負けてるわ、俺も含む。あ、そうだ、ちょっとこれが終わったら何時だ。あ、もう10時半か。俺が終わったら一旦おしまいにしようかな。ちょっと、いやちょっとしまった。俺普通に楽しくって忘れたけど、あれだわ、あれ見なきゃ、ディスコード。バカだね。オーバーウォッチに誘われてんだけど。
君たちは一匹たりとも生かしてはおかないよ。いや、ドラゴンボールズブレイカー楽しかった。なんかもうなんか終わったような感じかってるけど、こんだけやってね、なんと1200円キャッシュバックだからね。おい、和装にスニーカーと、お前ガイかなんだか。こちらトランクスだ、聞こえるか。オーバーウォッチする。まずオーバーウォッチにさっき誘われたんだけど、ちょっとドラゴンボールやってからいいですかって言って、指定ポイントに設置しスーパータイムマシンを起動するんだ。フリーザかーん。起動キーが見つかったな。設置に向かってくれ。このたこの状態では、もうこんな近いのか。いいぞ、また起動キーが見つかった。設置に向かうんだ。これさ、バイクで入っちゃうとこれ大変だよね。なんかちゃんと段差見っけてジャンプしないと。よし、新しい起動キーが見つかったぞ。また起動キーが見つかった。設置に向かうんだ。ここはどこだ。殺しますよ。なんで同じ場所探すねんって思ったけど、この人あれか、溜まってないのか。あれがなんだっけ、チェンジパワーが。うっ、財団 B の手先ミキシーさん、こんばんは。こんにちは。新しい起動キーだな。設置を急ぐんだ。今日もね、この G の外野メモリを僕今皆さんにね紹介してるんで、 G の外野メモリを、 GBB の、ね、外野メモリを僕今これ皆さんに売り込んでんだね。地球の記憶、ドラゴンボールの。これはいけるかな。なんか全然まだ変身しないしな、相手。いいでしょう、チリの一粒くらいは放っておきますか。残るはいいのみか。なんかいらっしゃいませ、マイドアリー、偽じまい、偽じまい。この店じまい結構好きなんだよな。おお、ここまで来てゼニーしか出ねえ。いらっしゃいませ。おい、違うだろ、そこはそこはチェンジパワーだろ。チェンジパワーをくれよ俺に。あ、来た、生きるチェンジパワー。あんたも気をつけてな。いや、俺もドラゴンボール使って変身したい。実績があるんだよね、レベル4になるっていう。あんま実績クリアできへんわ。これさすがにドラフリーザもいいよ、もう守ってる感じか。あ、もう第一形態だしな。なんかレベル2これで攻め込みは勝てんじゃないのこれ。ドラゴンボールが7つ揃ったぞ。最短で線路を呼び出すんだ。いい時間に触る野郎だ。
俺はこれ終わったな。さあ承知した。こうなってしまったら前ほど優しくはないぞ。間に合え。中央エリアで移動システムにアクセスするか。いやまあこれは勝ちか。スーパータイムマシン起動まであと少し。行くぞ。見た。さすが俺も。うおぉ、やばいか。海王剣しゃー、うん、無理か。落ちる、うん、終わった。くあの段階になると海王剣でもお母さんじゃない。かなり極端な試合が続くな。おい、これ何試合した？これ今1時間ちょいやったけど。あ、でもちょっと今日はな、結構なんかいい感じの勝負ってできなかったな。いや、まあ、できたんだけど大体負けてるっていう。レイダーもサバイバーもかなりうまくなってきたから。いや、ちょっとレーダーやんの怖いな。今度レーダーするか。ああ、全然溜まってねえ、マネ。回すか。いや、マジ、このオータムスピリットサイフォンはこれ、やばいと思う、これ。今、このタイミングで出すのすげえ広いと思う。かなりみんな回した後なのに。舐めやがったって感じ。きたー。お、金だ。あ、あ、来た。あ、星5だ。やったー。なんだ、フリーザ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 。おい、持っとるがこれ。持っとるがこれ。あー、スピリットに変換さんなのこれ。持っとるがこれ。セルかフリーザがよかった。わらわら。もう一回。かぶるの。では全然かぶる。かぶってなんか変なポイント変換される。また青だよこれ。はじめここが青だったのに出たのが星5っていう時あったんだよな。なんだろうあれは。少年孫悟飯使ってる人間いない気がする。あいつなんか強いスキル持ってるんか。ちくしょう。最後だこれが。星5出たのに来い。あー、ダメだ。出したい。フリーザ、フリーザが欲しい。フリーザが星5出たがあれだったな。混じっとったな俺が持ったやつが。そう、ここのなんか右上のこの炎のポイントに変換されるのこれね。900ポイントに。まあ確かになんか大きいじゃ大きいんだけどね。運転上手ないとちょっとな、野良バイク使いにくいよな。耳すまし。もしかしてこのゲーム結構ダメつい？いや、もしかして何も、このゲームが批判されている理由のおおよそ8割ぐらいが、ガメツだからね。てかもうガチャを採用した時点でもうガメついからね。ガチャ持ってる時点で商店街とかで無気味の包丁振り回してレベルだからね。
校で、あの、殺意はない、殺意はないって言いながら包丁振りましてるから。いや、もう、無理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 って感じの。そういう感じ。買い切りゲームのガチャ導入ですよ。もうこれはね、もう本当にそう。商店街で包丁無双乱舞って感じよ。いいのかな、厳しい。ボイスは増えたんかな、増えてねえか。スポポビッチのボイス少な。いや、第三形態が一番ひどいと思う、これ。殺す前に死よりも恐ろしい究極のパワーというものをご覧に入れましょう。ドラゴンボールってコミタッパーすごいね。敵なんかずっと形態変化し、形態変化してんだね。そう、今度はお前の番だ。共に完全体を作り合えよ。退屈だ。本物のバカだ。一番の目的は。マジでセリフ多いな、セルは。金でガチャって倒すから仮面ライダーバース。ことだ。出てこい。殺してやる。ブーのセリフ少な。このゲーム結局そのまあ勝敗もあるけどさ、やっぱちょっとなりきりも楽しい部分があるっちゃあるからさ、もっとセリフ増やしてあげてほしいよな。なんかセルがなんだかんだその弱いって言われてても人気なのってここな気がする。めちゃくちゃあるもん、セリフだ、セルだけセリフ。ブーだけ小さいわ。マジちっちゃいブー、小さいブーだけ。僕に誇りをつけたのは親以外では君が初めてだよ。楽な仕事だったぜ。スポポ本当に低い。少ないセリフ。あー、またガチャのために貯めなきゃ。何がシーズン1じゃ。オートメキャンペーン開催、全人獲得量アップ、今日の3時から。なんかまばらだね。そもそもプレイアブルな時点でおかしい。週末か、週末なんだこれ。え、じゃあ俺今日も明日も明後日も、ん、今日も明日もやんなきゃいけないじゃんこれ。1.2 倍地味だな。俺これ系で 1.2 倍って俺初めて 見たかもしんない。めちゃくちゃ地味じゃない 1.2 倍って。すごいな俺。え、なんか 1.5 倍とか2倍見るけど 1.2 倍ってすごい地味じゃないこれ。挑戦スピード獲得量がアップ。早くレーダー追加してほしいな。うん、楽しかったけど今日もかなり。なんかてか、まあなんだっけ、え、このディンプスって会社何作ってたんだっけ。なんか他にもいろいろ作ってたけど、まあバンナムの結構きつい意向があるんだろうね。ちょっとアホだもんね。終わりにするか今日は。多分、あ、でもわかんない。ちょっと待って、一回、ディスコード確認してからにしよう。ディスコード確認します。ちょっと、1時間半落ちてた。ふぅ。やだやだ、やめないで、やだやさ。やだやさ。ビスケか。オーバーウォッチをするかもね。今サムさんに誘われたんだけど、あっちにしたんだろう。見に行くか。早く来てほしい。オタでベジータ。あー、だちょっと俺もレーダー勉強しなきゃな。コット。
あ、コードね。はいはいはい。COD。Call of Duty。モダン・ウォーフェア。今、あっちまでか。プレイ中か。まぁ、ちょっと、どうしようかな。一旦切って、少しあっちの方に紛れ込んでおこうかな。今日はこの辺にしようかな、そういうやつ。いや、マジ出なかった、まったく。てか、なんか星3でいいから、あれ欲しかった、フリーザ。残念すぎる。あ、でも、手に入っちゃったなぁ。ピッコロとベジータのキラを売って、1200円手に入っちゃったなぁ。結構みんなやってんだよな。結構みんなプレイしてる。あれ、この人ってなんか有名なイラストレーターじゃなかった？あれだっけ？あー、あれか。なんだっけ？エッチなイラスト描いてる人か。かなり有名だった気がするな。ブレイカーズやってるんだ。やべ、ブレイカーズ人気なんだな。ちょっと今相手の連絡待ちですね。一旦まあ切ってまた、後で枠と取るか、取んないかわかんないけど、あっちの方でやるか、取っちゃおうかな。ちょっと。ふぅ。やれよ。何を？どうしよう。ドラゴンボールブレイカーズで稼いだ1200円だけど、おい、何に使おうかな。今なんか来てます？あ、もう終わった？あのなんか絶叫セール。あ、もう終わったっぽいな。早いな。なんか大。ドラゴンボール配るべ。ドラゴンボール配るべ。バゴンさんに配って、で、バゴンさんも一回キラカード出せば売れるから。キラカード500円かなりでかいよな。めちゃくちゃ価格って感じ。普通に排出されるカード自体が1枚30円ぐらいするからさ。なんだかんだ多分、100何円ぐらいか入るんだよね。ドラゴンボールブレイカーズ。なんか、スチームのインベントに入ってる、トレーディングカード全部売っちゃおうかな。あっても使わねえしな。もうなんか、スチームのその、プロフィールをいじるの。あれ、のび太の牧場、ん？ドラえもんとのび太の牧場物語ってこれ、新作？前、スイッチに出たやつの、ようやく PC 版登場って感じ？あ、ソニックフロンティアっていつ？ああ、再来週か。ソニックも結構勇気あるな。ポケモンの発売近いのに。あ、かわいい、こいつ。え、なにこれ、かわいい。何やこれ。あ、こいつは知らないけど。何も何回の。なんか雑魚そうなやつ。あれ可愛かったね。なんかソニックって印象的なさ、雑魚キャラを知らないんだよね。ボスは知ってんだけど、なんか雑魚キャラでさ、印象的なやついなくない？マリオのクリボー、カービィのワドロディみたいなさ、そういう。なんだっけこいつ。エミ、あ、エミか。なんかあんまり早く見えないけど、どんどん速くなるんかな。なんか走ったラインをつなげてダメージ与えるのはちょっと面白そうなんだけど、なんかこう手袋の質感がしっかりしてると髪の毛前の質感気になるな。なんかソニックって触り心地良さそう。
なんかプニプニしてツーツーしてそう。え、こいつかわいい。なにこいつ。あ、こいつが歩き回って転ぶだけの動画ずっと流してない。え、これってソニックはなんか代表的な敵キャラ？超かわいいな、こいつ。虐待。最近見たキャラでかなりかわいいと思う。上位に入る。かわいいキャラ。ニキシーがいればかわいいキャラトップランキングに入る俺。来たな、ダークホース。うぅ。あ、ちょっと僕枠を切ってオーバーウォッチをしてきますわ。たぶんまた明日も多分やり合うと思うわ。昼間くらいにドラゴンボールブレイカーズを。もう土曜日の昼間の定例会もう完璧に崩壊したから、多分もうドラゴン明日は昼間配信すると思うわ多分。よし、じゃあこの辺でお疲れ様でした。あ、そうだったわ、定例会あったわ。いや、もう覚えての僕だけだから、おしまいよ、定例会は。ゼリー君も、土曜日の昼間、自由に過ごせ。もういいべ、わら。解放しろ、ゼリー君のハードディスクを。定例会ゼロ人。115GB の、ボーダーランド3から解放したで。じゃあ、枠を切ります、この辺で。お疲れ様でした。たぶんまた明日会いますわ。また。嬉しい。おつっち。